皆様こんにちは。今回は今年最後のアイハーブの購入品を紹介していきたいと思います。で、今つけているリップはこのレブロンのウォーリアーグリッターリップカラーの1番、ワンダーウーマンとコラボのやつのリップです。これ私ずっとリップグロスだと思ってたら、あのリキッドリップカラーで、なんかねグリッターでキラキラしててツヤ感は一切ないです。なんかつけてる感じはリキッドリップの感じです。色味がめちゃくちゃ可愛い。でもねちょっと乾燥するかなっていう感じなんですけど、色がめっちゃ可愛いので結構使ってます。はい、では早速紹介していきたいと思います。ですね、今回はなんかいつも最近コスメとかをアイハーブでは購入することが多かったんですけど、ちょっとね掃除系も買ってみました。なんか漏れてる気がするけどまずこれメイヤーズだっけ、ミセスメイヤーズだ、この人気のやつの何て言うんだろう、パウダーなんですよこれ。拭き掃除用スクラブでレモンバーベナの香りってやつにしました。これをお風呂で洗うとすごくいいっていうのを書いてあって、これでお風呂で洗う、これをお風呂、これを使ってお風呂を洗うとすごいね綺麗になるらしくって、これを買ってみました。タイル、シンク、ステンレス鍋でも使える。で、まあこのシリーズは自然で低アレルギーのものですごくいいらしい。お風呂は真っ白らしいです。ちょっとね放置しておくと赤カビとかが出てきちゃうので、専用っていうかダイソーとかで買った細いなんか赤カビ用のタイル用のやつ買ってたんですけど、これでちょっと洗ってみようかなと思って買ってみました。はい、とこれがね、スクラブバースポンジを買ってみました。普通のスポンジなんですけど、すごく環境に優しいらしくってこの名前が一言で言えばウォールナットスクラバースポンジ2パック。どういうこと、一言で言えばってどういうこと。なんかお皿、調理台、家電とかの掃除に使えるもので、で吸水性と研磨性を持つスポンジみたいです。で安全で無害で地球に優しい素材なんですけど、今使ってるのがダイソーの普通のスポンジで、なんか全然それでも良かったんですけど、こう注文するタイミング、こういうものを買うタイミングでこれを見つけたので、そう買ってみようかなと思って、もうボロボロだったので買ってみました。結構みんなあれですね、食器用洗剤じゃない、食器用のスポンジとして使ってます。あとこうシンクのスポンジとして使ってますっていうレビューが多いですね。はい、これを購入しました。そして次、そうこれ2個買いました。シンク用と食器用で結構すぐボロボロになるので、まあそれがダイソーのだからか、100均のものだからすぐボロボロになるのか分かんないんですけど、結構ボロボロになるのが早いので2個買ってみました。そしてあとね、掃除系でこれ、この私の大好きなゼラニウムの香りのマルチサーフェイスエブリデイクリーナーってやつなんですけど、これねかなり大きいです。これが家のお掃除でいろんなものに使えるらしいです。私結構この詳細とか概要ってなんかやっぱ翻訳してるから全然こう分かんなかったりするので、レビューを見て使い方を調べてるんですけど、キッチンの表面をこれで掃除する方もいるし、ただね私このシリーズの掃除道具がなんか香りが強すぎて、キッチン周りを掃除しちゃうとなんかねご飯食べる気になれないんですよだからお風呂とか、あとはこう、まあ、テーブルもねちょっと嫌だなっていう感じ、ご飯食べるテーブルなので、お風呂とか水回り洗面台とかで使うのがお気に入りです。でもやっぱね掃除が大好きになるっていうレビューも結構あって、わかる、私本当にこのシリーズのゼラニウムの香りがめちゃくちゃ好きで、キャンドルとかももう 2,3 これリピートしてるぐらい大好きなんですけど、ちょっとどっかに、いい匂い、めっちゃいい匂い、これでね掃除するのは、ね、テンション上がる。だけど本当に結構匂いがきつめなので、ご飯ところを私は掃除したら、まあそれは前回はラベンダーのやつでテーブル拭いたんですけど、
なんか強いしずっと残ってるので、本当にご飯食べる気になれなくった、なれなかったので、そう、これは水回りの掃除に使うように買いました。はい、拭いた後にベタベタしないっていうのも、まあそのテーブルとかキッチンとかにはすごいいいと思うんですけど、部屋の掃除ですごくいいですよね。そして次、これハンドソープ。もうハンドソープがねなくなっちゃったので、これを買ってみました。ナリッシングラベンダー。これね、本当は違う香りが欲しかったんですけど、ゼラニウムだったかなが欲しかったんですけど、売り切れてたので、このラベンダーにしてみました。グリセリンハンドソープ。グリセリンってことはね、ちょっと保湿もしてくれるのかなっていう感じ。で、殺菌がね、あんまり多分強くないと思うんですよ。このアイハーブで天然のものが多いので。だから私は結構ジェルで常に家に入ったらすぐ除菌してるので、でプラスで手を洗うっていう感じでやるように使いました。あ、使いましたじゃない買いました。はい、結構大容量だから想像以上に大きくてすごくいい。コロナが流行りだしてから本当にこうハンドソープの減る速さがすごい速いので、と大きめのものを買いました。はい、とあとね、石鹸を2個買ったんですよ。まあ今更って感じなんですけど、大人気のこのアフリカンブラックソープと、あとレモングラス&ティーツリーバーソープってやつを買ってみたんですけど、これあれですよね、こっちはなんか背中のニキビとかが気になる方にすごくいいみたいな。もういい匂いがしてる、こっち、ん？こっちだすごいいい匂いしてる。で、私この固形石鹸が本当に苦手で、お風呂場に置いておくとこうヌルヌルしてくるじゃないですか。なんか浮かせておくといいって言うんですけど、そこに水垢も溜まっちゃうので、もう全然固形石鹸を選ぶことはもうなかったんですけど、何かでインスタグラムでその石鹸用のまな板と包丁、まあナイフとかを買って、それですっごい細かくカットして、1回分にカットしてたやつをタッパーとかジップロックに入れて、お風呂に行くたびに1個ずつ持っていくみたいな、1回使い切りとして、で、あ、それめっちゃいいじゃんと思って、しかもコスパ最強じゃないと思って、ハンドソープじゃない、ボディーソープも本当にすぐなくなるんですよ。今一人だからいいんですけど、彼が帰ってきた時がすごく減りが早くって、ボディーソープなんでこんな早いんだろうとか思ってて、そうだからこの固形石鹸ちょっとまた再チャレンジしてみようかなと思って、この2つ買いました。はい、なのでこの2つを買ってみました。なんか人気ですよね、めちゃくちゃレビューも多いし、これがそうニキビにねすごくよくて、これ泡立ちもよくって匂いもいいっていうことでレビューがすごくいいので買ってみました、うん、でこのなんかレビューも逆に多いから、多分いろんな国の方がレビューをしてると思うので、ちょっとね本当どういうことっていうことレビューが多いので、ちょっとよくわかんないんですけど、すごく YouTube とかで見るレビューはすごく多いので、この2つを買ってみました。でこのレモングラスの方は、このブラックソープの方はニキビにすごくいいっていうので知ってたんですけど、このレモングラスの方は、まあ、美白系なのかな。あとシアバターが入ってるので保湿力もすごくある。私本当に今の時期もうすでにこう乾燥しちゃって、肌が突っ張って痒いみたいな感じになっちゃってるので、そうちょっとそれもあって固形石鹸、保湿力のある固形石鹸に変えてみようかなと思ってこれを買ってみました。肌が乾燥しにくいっていうレビューが多いのと、あとはすごいいいっていう、なんかこっちの方がレビューいいですね。こっちはなんか悪いレビューも多かったね今見るとあれみたいな。そうこっちの方がすごいレビューが多い、星5つ4つがほとんどですね。やっぱ香りがすごくいいっていうレビューが多いですね。まあでも保湿してくださいっていう人も多い。まあ普通に出たら保湿は必ずしないとダメなのでするんですけど、うん、まあやっぱ使ってみなきゃ分かんないので、これを使ってから私のレビューもしていきたいと思います。はい、とこれガルニエだっけなのこちらです。プラクティスナリッシングトリートってやつの1分ヘアマスクココナッツエキスっていうものです。これは逆に想像以上に小さかったなって感じなんですけど、
私アイハーブで大好きなのヘアトリートメントを毎日使ってるんですけど、本当にねいいの。やっぱツヤ感が全然違う、ツヤ感が全然違うというか、すごく気に入ってて、であとは週に1回とかのヘアマスクが欲しかったので買ってみました。これはシャンプー後濡れた髪になじませて1分間置いて洗い流すっていうマスクとしても使えるし、あとはシャンプー後に髪の根元から先端までなる、なじませて洗い流すと、洗い流さないのとしても使えるみたいです。本当？濡れた髪に塗ると潤いが続きますかね。本当？まあ私は多分洗い流さないやつでは使わないと思うんですけど、で匂いがですね、あでもね、なんだろう、こっちかっていう感じなんかココナッツの香りって何パターンかあって、私が好きなココナッツの香りがあるんですけど、それはね多分ね、ココナッツとちょっとバニラが入った香りが私大好きなんですけど、これはねなんかねちょっとちっちゃい頃に飲んだ粉薬、シロップ薬みたいな匂いがしますはい、なのでこれはヘアマスクとして使いたいと思います。週 1,2 回とか 2,3 回でいいのかな。はい、これを購入しました。そしてあとね、最後コスメも買ったんですよ。ずっとカートに入れてたもので、この機械に買いました。このウェットワイルドの、カラーアイコンブラッシュのヌーディストソシエティっていうのかな、1111554、ちょっと数字長いんですけど、このチークは、何色か持ってるんですけど、これ結構こうブラウンに近いオレンジカラーで買いました。これちょっとラメが入ってるチークなんですけど、すごいね発色も良くて、こんな感じ、わかりますね、肌なじみがすごくいいブラウンカラーで、これを買ってみました。冬とかねすごい使うと思うので。あとリップスティック、これもウェットエンワイルドのメガラストマットマットっていうリップのシナモンスパイスっていうから、このね海外のドラッグストアコスメの飽きにくさが本当にね毎回毎回苦労しますね、この飽きにくいの。こんな感じ、可愛いですよね。めっちゃこう見るからにマットっていう感じの見た目で、こんな感じです。あでも思ったよりも赤みが強くて、ちょっとプラムカラーみたいな感じなのかな。うん、プラムカラーだね。やっと落ちた全然落ちないですこのレブロン。はい、では塗っていきます。こんな感じ、かわいい赤リップって感じですね。で匂いはね、リップスティックの香りっていう感じです。なんか香料とかの香りじゃなくって、この成分の香りっていう感じです。はい、こんな感じで今回は今年最後のアイハーブの購入品を紹介しました。まあ最後っていうことで、ちょっとキンキンでね、こう必要な掃除道具とかハンドソープ、ボディーソープとかそういう系がやっぱ多いんですけど、コスメっていうよりはそっち系を多く購入しました。はい、これをまた使って良ければ動画とかでね、レビューをしていきたいと思います。はい、では最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。